ゲオデギオスロイロスはギリシャの画家である。ミュンヘンで修行したギリシャの画家たち、ギリシャミュンヘン派の一人であるが、より新しい世代の画家の代表的存在である。現在のギリシャ、アルカディア県のステムナツェで生まれた。1880年から1887年の間、アテネの美術学校でニキホロス・リトラスに学んだ。 1888年に1年間の奨学金を得てミュンヘンに移りミュンヘン美術院でギリシャ出身の教授ニコラオスギジスに学んだ。1890年にはパリに移りアカデミージュリアンでジャン・ジョセフ・バンジャマン・コンスタンやジャン・ポール・ローランスに学んだ。1894年にアテネに戻り翌年アテネの美術学校の教授 スピリドン・プロサレンティスが死去した後、公認の教授に任命された。1903年にロンドンに移り、リバプールにも2年ほど滞在した。1908年にアテネに戻り、アテネの美術学校に復職し、1810年から1827年まで教えた。1828年にアテネで没した。な題材を描き、1897年に、 起きた、木戸戦争の戦闘の場面も描いた。ギリシャミュンヘン派の画家たちの作品のスタイルは、アカデミック美術のスタイルであるが、ロイ・ロスの風景画には、印象主義のスタイルが見られる。ありがとうございます。